ごきげんよう。高齢者起爆剤講演家の宮崎文隆です。今日は2024年1月の1月ではない、今日から2月になりました。2月の1日、今日が木曜日です。3冊シリーズの第2弾をお送りしたいと思います。第2弾は養老孟司さんの死の壁ですね。死の壁も今日は新しい第3章に入ってまいりたいと思います。第3章は生死の境目、これで第1章はですね、なぜ人を殺してはいけないのか第1章でした。第2章は不治の病が第2章、そして第3章生死の境目、その第1回目を言ってみたいと思います。生とは何か、生死の境目というのがどこにきちんとあると思われているかもしれません。そして医者ならばそれが分かるはずだと思われるかもしれません。しかしこの定義は非常に難しいのです。というのも生きているという状態の定義ができないとこの境目も定義できません。嘘のように思われるかもしれませんが、その定義は実はきちんとできていない。以前生物学の教科書を作るときに死について説明を入れようとしたら断られたことがありました。その理由は現場の先生がそんなことを教えられないからだというのです。なぜ教えられないかといえば、生物学は経験科学だからだというのです。大雑把に言えば経験していないことは教えられないというわけです。生死が定義づけられないとなると死という瞬間もないことになります。しかしもちろん生死という言葉がある以上は間に切れ目があるということが前提になっています。どういう形にせよ社会の制度としては切れ目を決めることを求められます。その線引きが必要とされる実態とは関係なく、言葉で作っている法律ではそれを規定することができます。現に社会の通念として死亡診断書には死亡時刻を書くことになって今いる。そしてそこではこの時点から死だということは決まっているわけです。生物学の立場とは関係なく、科学的な定義づけができていようがいまいがずっとそういうことになっているのです。死亡診断書かなり書きますよ、確かにね。死亡診断書は無関係。したがって医者は死亡診断書を書くにあたって死亡時刻を空欄にしておくことは許されません。それで死亡時刻、すなわち死の瞬間が決定されるのです。しかしそれは言葉の上でそう決めたことにすぎません。実体としての死の瞬間とは別物です。脳死が議論される前はとりあえず大多数の人が心臓が止まることを死だとしていました。しかしそれとて一つの定義にすぎません。こんなふうに実態と関係なく何かに境界線を引いたり定義できたりするというのは言葉の持つ典型的な働きです。言い換えれば死の瞬間というのは生死とという言葉を作った時点でできてしまった概念に過ぎず、実際には生存していないと言ってもいいでしょう。とりあえず現代では脳死が死だというふうに捉える人もいるでしょう。この脳死の是非について議論されている時には脳の神経細胞が全部死んだ時点が脳死であると主張する人もいました。しかしこれとて一体どの時点で全部死んだとわかるのか、実はわからないのです。そもそもどうして数多くの細胞の中から脳の神経細胞だけを特別視するのでしょうか。その根拠も明確ではないのです。皮膚や筋肉を差別しているのではないかという考え方だってあり得る。しかもそういう筋肉は脳死の後に電気を流したらよく動くんだと書いたら不謹慎だと怒られたこともあります。どうもフランケンシュタインか何かみたいに死体に電流を流して生き返らせようとしている姿を連想されたのかもしれません。
しかし別に人間ではなくネズミの死体で電気を流してみても筋肉に反応が起こることは分かることです。はあ。境は曖昧、電流を流すまでもなく、亡くなった後のおじいちゃんおばあちゃんのひげや髪の毛が伸びたというのはよく聞く話でしょう。つまり脳死の後でも筋肉なり皮膚の細胞の一部は生きているのです。こう考えれば生死の境目、死の瞬間が厳格に存在しているというのは勝手な思い込みに過ぎないことがわかるはずです。法律上の定義が死の全貌を示していると、どこかで思い込んだら生じた誤解に過ぎません。見るとどこかで思い込んだから生じた誤解に過ぎません。人が本当にどの時点で死んだのかというのは、実は決定できない。苦相し絵巻はそのことを伝えています。どんどん腐乱していってもそれが誰と分かる時点ではそれはその人なのです。誰だと分からなくなってしまってもまだ人間だということは分かる。それがもう少しいって本当に骨がバラバラになっても DNA を解析すれば本人だという特定はできます。本当に極端に言えば分子まで分解してしまわないとその人でなくなるとは言えないかもしれません。そこまですれば痕跡までなくなります。個体としては存在しなくなるということも言えるわけでしょう。これが死だという考え方だってできる。生の定義、ここでもう一度生とはどういうことかを考えてみましょう。ちょっと考えればこの定義も思った以上に難しいことがわかります。生とはどういうことかというのは、そのまま生き物とは何かという定義になります。生き物というのは一見いつも同じ状態を保っているけれども、それを構成している要素は絶えず入れ替わるという性質を持っています。自動車に例えれば、人間は走りっぱなしみたいな状態でいるわけです。自動車はエンジンを切ったら止まり、その後でまた動かすことができる。人間はそうはいかないから、生きている間はずっと走りっぱなしです。しかもただ走りっぱなしなのではなく、常に部品を交換しながら走り続けている。交換しながら走っているということは、部品が複数あるということです。一つしかない部品を交換しながら走っていたら事故になる。無数にある部品を走るのに支障がないように交換しながら走っているわけです。これは死の壁ですからね。生と死のことをね、書いてあります。第3章は生死の境目。はあ、境目はあまり考えませんでしたけど、人間の境目といえば高齢者と高齢者の境目はどこにあるの。これもなかなか難しいですね。言われてみれば境目難しい。でもよくわかる境目があります。みやちゃんのチャンネル登録をしたら境目良い、しなかったら悪い。まあその境目はするかしないか、スイッチを入れるかどうかに境目がある。みやちゃんのチャンネル登録は境目はよくわかっております。そんな境目を取っ払って登録してもらう方にぐっと引き寄せたいのがみやちゃんであります。今日も元気でゴーゴーゴー、ごきげんよう、一緒にゴーです。